ヒゲソン忘れたな、俺。はい、お疲れ様です。おしょうです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、またスナップフレッシュさんから商品提供いただきました。ありがとうございます。今回ですね、提供いただいたのはこちらですね。はい。まあ、いわゆるブロワーってやつですね。このブロワーって何かっていうと、まあ、風が出て、その風で掃除するやつ。葉っぱとか飛ばすやつなのかな。で、ちょうどね、これちょっと使いたいなっていうふうに思ってる時があって、まあ今まではですね、エアガンでやってたんですよ。コンプレッサーで、エア溜めてね、ピシューってエアガンで飛ばしてたんですけど、そうじゃなくって、そのコンプレッサーのエアを溜まるよりも早く、まあ要するにこれがあれば、バッと掃除ができるっていうことですね。ちょっとね、まあ、これをね、使ってね、いろいろ実験していきたいと思います。はい。ではね、早速、開封を見たくない方はですね、まあ、パッと飛ばしてもらえればと思います。ではね、開封していきたいと思います。じゃんと。おう。こういう感じね。はい。説明書。はい。説明書はね、前回もそうだったんですけれども、前回のね、ノコギリ。電動ノコギリもね、そうだったんですけども、説明書はちゃんとした日本語ですごくわかりやすいです。よくある外国語とかがたくさん入ってるやつじゃなくて、これ完全に日本仕様になってて、日本語だけなんですよね。ブロワーのこの口が、今回のやつはオレンジですね。色が変わったのかな。で、これをここに繋ぐのかな。おう。これ充電器ですね。はい、充電器。梱包も結構しっかりしてますね。バッテリーですね。で、バッテリーは、ここのところ、はい。バッテリーね、ここを押すと、この、どのくらいあんのかっていうのがね、このインジケーターでわかるようになってます。では、ちょっとつないでみましょうか。これは特になんか安全装置的なものもないので、まあ、このままオンにすればいいだけなのかな。これなんだこれ。あ、ここ外すね。では。音がやばい、音が。1段階、2段階になってます。これが1段、2段になってるんで、1段目。今ね、ちょっと音量を動画編集で少し下げてるんですよ。うん、まあね、普通にやったらね、多分すごいびっくりしちゃうんで、そのくらいの音ですね。はい。ちょっとね、これ刺しただけだとなんか抜けちゃうじゃんと思ったんですけど、そしたらね、ここを押して、カチャンってやるみたいですね。で、これで抜けると。刺したらこれをちゃんと。これで抜け止めですね。こういうものはですね、ちょっと家で使ってもよくわからないので、ちょっと外行ってみましょうかね。端っこ行ってる。こんな感じ。はい、それじゃあね、ちょっと詳しい中身ですね、詳細、こう仕様のね、詳細なんかを、ちょっとね、Amazon さんのね、ページを使わせてもらって、ね、解説していこうかなと思います。はい、これのね、リンクもね、貼っときますんで、まあそこから入っていただくとですね、これクーポンがついてまして、まずちょっとクーポンの説明しなきゃいけないんですけども、このクーポンですね、これが、
2月の28日までだったので、ちょっとねそのクーポン間に合うようにちょっとなるべくですね、早めに1000円お得になりますんでね。はい。で、これがまあ中身でして、これねモーターもすごく強力で、なかなかなもんでしたね。20ボルトあるので、まあ、かなり、まあ、音は大きいですけどね。はい。で、先ほどちょっと説明しましたけど、まあ2段階で、バーベキューの火起こしって書いてあるんですけどね、ここにね、バーベキューの火起こし。バーベキューの火起こしはね、よくわかりますね。で、最大38分連続で使えますのでね。はい。あとはですね、まあこれね、ちょっとここにありますけども、1.22 キロってね、すっごい軽くて、前紹介した電動ノコギリ、結構あれ重かったんですけど、これモーター強力だからどうかななんて思ったけど、軽くてね、良かったですね。はい。で、ちょっとね、動画撮りましたけども、車の乾燥はできないですけど、まあ、あれですね、うん、細かいライトの隙間に入ってる水とか、ワイパーのね、溜まった水とかね、ドアハンドルの水なんかは、そういうのをちょっとこれでやって、洗車した後にね、雑巾で拭き取るときに使うのはいいのかなと思いますね。はい。で、ノズルもね、87センチ。結構長いんで、腰がね、かがまないでいいんで、腰が痛くならないかなとか。はい。で、充電は1時間。1時間ですね。はい。38分使えて1時間なんですけども、まあ、このシリーズで買っていけば、バッテリー使い回せたりとかできるんでいいのかなと思います。はい。そんな感じですね。まあ、細かい詳細ね、まあ、ここにもまだまだいっぱい書いてあるんでね、興味ある方は読んで、購入していただけたらなと思います。はい、今回は以上になります。またですね、なんか提供いただいたり、私の買ったもので、なんかね、お役に立てるものありましたら、どんどん紹介していこうかなと思います。はい、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。